南口外観南口連絡通路川辺駅は東京都大梅市川辺町五丁目にある東日本旅客鉄道大梅線の駅である。駅番号は JC60JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している大梅駅管理の業務委託駅。島式ホーム一面二線を有する地上駅で京上駅舎を持つ。出口は北と南にあるが、 北口がメインである。北口は三角屋根のファサードを有する堂々とした構えであるのに対し南口は北口から古墙橋が伸びただけとなっている。バリアフリー施設としてエスカレーターとエレベーターが出入り口から改札外コンコース間及び改札内コンコースマイナスホーム間を結んでいる。北口にあるペデストリアンデッキにもエレベーターが設置されている。指定席券売機。 自動改札機設置駅。2020年度の1日平均乗車人員は1302人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。駅北側には大梅街道が、南側には奥多摩街道が走っている。川辺タウンビル北口では正面にあった住宅展示場と駐車場跡地に、 東京都新都市建設公社による川辺タウンビルの建設及び、大梅市によるペデストリアンデッキの建設、駅前整備が並行して行われた。川辺タウンビルの A 棟には、各テナントとして、イオンスタイルが入店、同じく B 棟には、ドコモショップ、ロッテリアと川辺温泉、梅の湯がオープンし、2008年3月1日には、大梅市中央図書館も開館した。 さらに大梅川辺温泉デイサービスセンター有名の里が2011年9月1日に開設し、東京都で初の天然温泉デイサービスセンターとして注目されている。北口に発着するバスのほか、下記の路線も発着する。出展広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。